Hey, sorry, is it sorry, Doug? She just wanna cut up in the car, I told her start it up. I don't wanna see it from your eyes unless it's Cartier. Ran into my old chick, she said you ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Asked her why she staying there, she said she don't know. I had to ask some more, but I really had to go and get my car. はい、山広です、前半を見ていただけましたでしょうか。今から、まあ、キャンプしていくんですけど、まあ、前半見てない方はよかったら前半見てください。バイクでここまで来ております。いやー、とてもね、バイクでちょうどいい時期です。もう幸せです。まあ、今からねキャンプしていきたいんですけど、薪が硬すぎてモーラじゃ割れません。でもこういう時にまあノコギリがあれば結構便利なんで、まあ、ゆっくりキャンプしていきます。今日はね、地べたスタイルで、まあ、こういう好企画なんですけど、ちょっと地べたっていうのもちょっと場違いな感じもしますが、まあ楽しく寝ていきたいなと思います。ちょっとこうもたれたくなる時あるね。うん、やっぱちょっともたれたくなりますね。地べたスタイル用の椅子が欲しいなってちょっと思います。最近ヘリノックスの新しいニューチェア見て、ちょっとそれがね欲しくなっちゃってるんですよ。インポートチェアみたいな、うん、なんかそれがね、それがすごい良かったんです。なんか斜め調節ができてみたいな。ただ高さも調節できる。縁が青やったんですよ。それがどうしても気に食わへん。まあここ貼っときます。皆さん見てください。めっちゃいいと思います。あ、どうぞ55ミリつけてください。ジュリさんに今日55ミリを貸してあげたんですよ、うん、F1.8。 今からちょっと試してみます、うん、まず写真が綺麗から。写真撮ってあげるわ、いっぱい、うん、そうや。これね、おすすめしたい手袋、これ僕の友達がね作ってる手袋で、ヤギ革なんですよ。ですごい柔らかいです。柔らかくて使い勝手がいいです。で、Amazon で売ってるんで概要欄にリンク貼ってるんですけど、別に僕は友達やからどうこうで、いい悪いものはいいとは言いません。本当にいいと思います。で、値段帯も4000ぐらいなんかな。にしてはすごい使いやすい。普通に売ってたら1万ぐらいしそうな感じの雰囲気やけど、ただ気をつけてほしいのが若干小さめです。指がね短いんですよ。だから確実 L を買ってみてください。あのジュリーさんでもこれいけるな。私でもちょっと指が、私手がめっちゃ大きい人はやめた方がいいかも、うん、僕より大きい人、僕指結構長いんですけど、いい自慢した、うん、ちょっとね、ちょっと長いね。ジュリ逆に、ジュリ小指短いよな。小指親指、小指親指。まあすごい、でも使いやすいんで、あの L サイズで買ってみてください。最高だと思います。色がね、うん、黒とこの色。うん、まあ黒もだけどね。まあこっちやな。まあなんかキャンプはこっちの方がいいかも。それ。あ、でも俺ここいいけど、めっちゃ好きやけど。すごい自然やもんね。うん。ここ気に入りました。なんか最近ずっと当たりやな。うん、お風呂あって、うん、トイレも出てる。トイレ、まあな、でも水地場も綺麗し、うん、いや近い、1時間半やからな。確かに、丹波うん、ここめっちゃいいわ。丹南あんま宣伝したら入れんようになるからあれやけど、うん、ここめっちゃいい。レストランも良かったしな。レストランも良かった、いい感じ。露天風呂もあるみたいやし、僕こういうリゾートいいっすね。ホテルもあるしね、うん、なんかこれからこういうリゾート回る方がいいな。ただなんかあれやね、あのいつも安い金額しか払ってなかったからさ、うん、4,000-5,000円ってなるとうちらにしてはいつもよりちょっと高い。高い？いや、でも高速代とかは安いからな、近いから。あ、確かに。だから総合計で見たら意外に安いね、うん、これあれやな、自分たスタイルとよくこう衣装で大変だね、うん。ここ炊事場？ここ炊事場です。自販機もあって、あ、トイレもある。とりあえずじゃあお風呂道具だけ取っていきます。まあ、川遊びもできて、まあほんまの小さい子の川遊び場所やな。まあ、親と来る時とかやったらやっぱここがいいよな。なあ、こういうの便利やな。虫除けもあるし。でここ受付 と、レストランと、お風呂になります。
ゃあここで入ってきます。入れております。お料理スタート。もうご飯は炊いてくれた。ご飯はもう炊き終わりました。うわ、焚き火の横に置いとったらいい。今日はエスビットのフライパンでお料理をしてます。エスビットのフライパンですか。うん、ここです。漬け込んできた。漬け込んできたチーズとタレ。違う、鶏肉。あ、鶏肉を漬け込んできてくれた。煙ってすごいな。やっぱ煙はすごいな。なんでこんな煙たいの。溜まってくるとまずいね。やっぱ UL 焚き火台を作ろうと動いております。ね、まあ UL っていうほど UL じゃなくてもいいんですけど、まあ、ほどほどの軽い焚き火台、うん、まだ段ボールで構想してどれが一番いいのかっていうのをやってる状態ですね。ベルクラウド点灯なんか焼けそうで、もう6時40分やのに明るいな。明るいな。よし、ご飯ができたみたいです。うん、できました。お待たせです。ここにつけたらジュリさんがチーズタッカルビ作ってくれました。ご飯作る。うん、大きさがかっこいい。料理人ジュリさんこんなあぐらかいて料理することなんてないもん。今日のこだわりポイントは何でしょうか。料理の、うん、UL でも簡単料理じゃなくって美味しいご飯が食べられますということでちょっと不便なところはありますけどね。ではいただきます。ご飯はすぐ食べて。これは俺一人一個食べて、ね、うん、このテーブルがマジでかっこいいんですけど、ちょうどいいわ。はい、はい、ありがとう。あ、セルフやったな。やってくれます。まだいっぱいあるからちょこちょこつまる。ちょっとずつ。お箸もありますか。セルフですか。手を拭いてください。はい、いただきます。美味しそう。うん、素晴らしい。素晴らしい。デリシャス。これはうまい。チク？うまい。楽しみ。なんかこんなね、雑っちゃ雑ですけどここ、うん、でもなんかすごいこの料理があることですごい贅沢を感じますよねそんな言ってくれる。うん、うまい。めっちゃうまい。おいしい。ご飯は？ご飯？え、ご飯も完璧。うん、家のご飯かと思ったもう家で食べてる感じだった。炊飯器で炊いたやつ、うん、気づいてなかった。気づいてなかった。うん、ここ今外ってこと忘れとったあまりにも完璧で、ただ腰痛いなっていうのはちょっと感じたんだけど。ずっと腰痛いよね。うん、焚き火めっちゃしたいと思ったけど、これは一回横にならないとやばいな、ね、確かに地べたスタイルも考えもんやな、やっぱり、うん、いやだから地べた椅子がいいね、やっぱり。すごいね、キャンクマさんのキャンクマグリルめっちゃ使えるね。何年も使ってるもんな。うん、錆びてはきてるけど、うん、壊れない、ね、うん、こういうのを目指して、ね、なんか軽くて壊れなくて、うん、めっちゃうまいです
チーズがいっぱい、うん、幸せすぎますなんて贅沢ね。まさにたっぷり。え、明日って朝ごはんある？朝ごはんちょっとこったやつ作る。ああ凝ってないけど、うん、ちょっと初めての朝食を作ろうかなと思って、すごい。早く起きたらね。いや、俺はゆっくり寝とったらいい。そう、だから私が早く起きたら作るわジュリー、えらい薄着やん。あ、まだでも大丈夫。まあでもこれ、やっぱこれが焚き火があるからね。そう、焚き火と、まあ今お料理もしてるから。あ、ちゃんはまだまだこんだけある。いや、これ無理やな。焚き火しきれんぞ、うん、無理だ。もう横なりたいしな。横なりたい。いや、おまけに、あの、もういっぱいで入れれへんっていう。入れれるんやったら全然行きたいけど入れれません。いや、だからもうテントに入っても暇ないよな。そうだね、携帯触るしかない、うん、まあ、まだギリギリ電波あんねんな、うん、あ、そう、ないわけじゃない。今日さっき前回行ったツーリングキャンプが上がったところでございます、うん、珍しくいいねが多くてブーゼロ。今んとこブーゼロブー、これすぐ上げたらすぐブーつくのにな、うん、え、なんか自動的にブーつくんやけどするよね、それジュリーだけです。まあこの焚き火終わって、まあ、そこからテント入ってすぐ寝そう、うん、まあ、YouTube 見ながら。昨日な、あのリビングで2人とも白間に撮ってるな。起きたら5時で、10時ぐらいにご飯食べて、そのまま記憶なくて起きたら5時やってなるべく、もうそう体痛くてほんま、なんか寝たんすら覚えてないもん、ね、ジュリー風呂入った？入ってない。入ってない、ずっと入ってない。まま今日は朝入った？朝入った、朝起きて入った、うん、本当にそのまま。俺は5時に入った、ね、知ってる。それで1時間起きた、うん、まあ、でも俺そっから起きとったからです。うん、水が。私もそんなあれやね、そっからも熟睡はしてない。寝とったか、めっちゃ寝とったで。うん、記憶あるわ、ね、ずっと。うん、ベッドから寝なくなって帰ってきたと思って。すごい、久しぶり、ほんと久々のダガーストーブ。コズよりかは広い。じゃあとりあえず腰痛いんで横になります。はい、ジュリさんも寝たことだし、私は暇なのでもう一度焚き火をしたいと思います。一回水で消火して炭を取ったので、びしょびしょなのでこの木の上でつけていきたいと思います。つくか。あ、こういう火遊びが楽しいです。さあ、この木が燃えればなんとかつくんでしょうけど。ドドドドドド、いいね、うん、いいね。やっぱりこういう火遊びが楽しいですよね、まあ、特にね、こういう風のない日はこういうコグリルって、まあ、キャンクマグリルですけど一番楽しめるかなとは思います。でも風がある時はね、やっぱめっちゃ飛ぶので、ここはやっぱ気使う焚き火台でもあるんですけど、
ちょっと1時間ぐらい一人でこうやって焚き火してゆっくり寝たいと思います。もう早くね、なんかコロナも終わって、今日ニュース見てましたけど、僕らワクチン受けるの来年みたいな感じが出とったんで、なんかもう永遠に終わらないですね。まあ、だからって言って移りたくはないし、まあ、僕らこうやってねキャンプで動いてるのも、まあ、批判の声もあるとは思うんですけど、まあ、仕事も絡んでるのでね、し本当人と接してないので、まあ一概にね、なんか全てを批判するんじゃなくて、こう道徳がある中でやってるとは思ってるんで、僕らもねお店の売り上げとかも 30% ぐらいダウンしてるんで、まあ結構大変っちゃ大変なんですけど、みんな大変やと思うので、僕らも激変の給料は下がってますけど、まあでも全然、まあ、それはそれでいいかなと。とりあえず早くこのコロナが終わって、もう気兼ねなく一生懸命頑張れる状態になればいいかなと思います。こうマックスに頑張れることが今はできないので、なんかそれがちょっと悲しいなとは思ってます。一生懸命走りたいですよね。こう自分なりに気をつけながら、今は今で楽しんでいかないととは思っておりますんで、まあ、また応援の方もよろしくお願いいたします。では焚き火をしときます、一人で。まあ今まだ9時なので10時ぐらいになったら寝ます。ではおやすみなさい。今はただいま5時50分。ちょっとね朝日は見逃したんですけど、結構早起きはしました。まあせっかく早起きしたので、寒い、めっちゃ結構寒いんですよ。焚き火してでもしたいと思います。これゼロなんですよ。まあ、ちょっと外に置きっぱなしやったんでね、濡れてるからどうなのか。その悪気ゼロなので、これはさすがにつかんかな。もう自販機がねホットじゃないんですよ。アイスなんでちょっと寒いけど、テントがねまあまあびちょびちょなんですよ。もうなんか撥水効果ゼロぐらいのレベルで濡れております。ただずっとキャンプしときたいなって思います。仕事せえよって感じですけど、でもこうしてる時が一番幸せですね。何も考えなくていいし、何も不安を感じないし、結構ねいろんなキャンプしてる人とか、まあ、関わったらキャンプやっぱねし始めたきっかけって結構、特にソロの方には多いと思うんですけど、すごい悩んで、まあ一人だったらうつ病になってとか、まあ、そういう人もいっぱいよく聞くんですけど、まあ、僕もでもあったかもしれないですね。だからまあ忙しすぎて何のために生きてんのみたいな風に思った時期もめっちゃあって、仕事が忙しいのはいいことでもあるんですけど、まあでも何のためにね仕事してるかっていうのはやっぱり一番重要で、もちろんねお金も必要やから働かないとダメなんですけど、僕は結構本当好きなことでご飯食べれてる方の人間だとは思うんですけど、それでもやっぱりすごい悩んだり、まあすごいお金面はやっぱ悩みますよね。自営業やってるのですごいお金なくなったりすることも多いし、いっぱい貯めてたのが一緒にしたくなったりもするし、まあ、それでもねこう自分がやりたいことがあるっていう信念から支えられてはいるんですけど、それでもやっぱり急に不安になったりしたりすることもあるし、
まあ、ゆっくりこれでキャンプできる人生にもうちょっと、うん、今はねやっぱり休みが多くなったって言っても3連休取れることはまずないので、3連休とかね、まあ、40超えたらそういう風にゆっくりもうちょっと時間にゆとりができて、いろんなとこ見て楽しんでいきたいなと思います。結構ねすごい、めっちゃ楽しんでるやんって思いがちなんですけど、まあまあ忙しいので、本当に忙しくて、ゆっくりキャンプとか仲間とかで、もういろんな人とこうコラボして、いろんな人のなんか話とかも聞けたらすごい幸せだなって思っております。まあね、今はちょっとねコラボとかしづらいのであれですけど、そう思っております。はい、ジュリさんが起きてきました。おはようございます。いいお天気になってました。はい、よく寝ましたね、ジュリさんは。9時間、よく、あ、普段よく寝てないからね。そして今日は何を作ってくれてるのでしょうか。今日はこの私の大好きな太陽のパンケーキ。はい、パンケーキと大好きみたいです。はい、だいぶできてきましたね。と思ってるホットケーキになんか乗っただけじゃない、うん、これを本当はこうやって折りたかったけど、折りた、折ったんや。ネットっぽくしたかったけど、うん、ちょっとフライパン小さすぎた。折ったらいいんちゃう。今日ね煙たいみたいで。はい、獣医さんが作ってくれました特殊パンケーキみたいですね。はい、せっかくジュリさんがやってくれたのであったかいうちに食べたいと思います。卵はね、あ、でも中ほら半熟やね。ちょい半熟ぐらい。うんうん、美味しい。美味しい。卵こっちうん、おいしい。味は大成功。おいしかった。あ、おいしかった。うん、食べてみて。さっき食べたの。ちょっとやっぱ違う。うん、うん、これさっきのおいしさ、さっきのおいしさと一緒だけど。一緒やった。全然いけるわ。もっと香ばしかったけど。そうやろ。美味しい。あ、あんま。うん。あれ？俺動画ずっと撮りっぱなしや。